こんにちは、ひさきです。本日はソフトバンクの開幕メンバーについてお話ししたいなと思います。2024年シーズンオープン戦が開幕しております。すでに実戦も始まっていますが、アピールの内容というところは最後の最後までわからないところがあります。実際に最終的な開幕スタメンや開幕ローテーション、特に競争が激しいチームはもう最終戦1試合2試合まで決まらないところもあります。まあその中で毎日1本ずつ1球団ずつ開幕ローテーション、開幕スタメン等について動画をアップしております。今までの動画でもお話ししてきましたが、日程の関係上早い段階での動画アップで最終段階のアピールが反映できていないものもございます。あらかじめご了承いただければと思います。まあ、ある程度実戦や起用等は把握しているつもりではございますが、実戦起用の少ない選手、また未知数な選手についても一部外して考えたり、逆に入れて考えたりしているケースもございます。その中で今回はソフトバンクの開幕スタメン、開幕ローテーション、リリーフ等についてお話ししたいなと思います。まず先発陣、ソフトバンクの大きな課題でもある先発陣、現在激しい競争が続いています。強力リリーフ陣がいたからこそ早い段階で継投ということができたチームではありますが、有原選手の次に多く勝利を挙げられたのが大ベテランの和田選手。彼も6イニングというよりは5イニング近辺で間隔も空けたり、1年間ローテーション固定というわけではありません。近年特にパリーグでは先発が固まってきているチームが多い中で、ソフトバンクは現状固まっていません。やはり上位を狙っていくのであれば、先発を強みとできなかったとしてもある程度リーグ平均くらいまで持っていくことが求められます。その中で23年オフも補強こそありましたが、先発の補強というところはドラフト指名のみ、もちろん岩井選手や村田選手らに期待はありますが、現在開幕ローテーション候補としてはこのような形で考えています。開幕投手は有原選手、2カード目の1人目は和田選手が決定とのこと。残り4枠という中で先発転向のモイネロが1枠考えられ、彼に大きなプラスを出してほしいところ。正直1イニングでは完全にオーバースペックだったので、ずっと見たかったところ、今季先発としてどのような成績を残してくれるか、えげつない内容を見せてくれるか、非常に楽しみでもあります。実際先発課題の中で2番手以降というところで苦しんでいたチーム、有原選手とモイネロが柱になってくれると、それだけで先発陣かなり変わってきますので、今後にとっても非常に重要になってきます。で、残り3枠の中で大関選手、スチュワート、東浜選手で考えていきますが、ここは最後の最後まで争いになっていくでしょう。スチュワートは24年に6年契約が終了しますが、25年から2年 ×7 億近辺の契約になりますので、今年は絶対に主力にしないといけません。23年苦しかったとはいえ、イニング的には多く投げてくれていた石川修太選手、さらに毎年離脱こそありますが稼働時期にはイニングを稼いでくれる大関選手、こういう存在を裏に持っていけると先発は強みになり得ます。もちろん和田選手は1年間ローテーションの柱、規定投球回というのが難しい部分があるので、今季は先発の整備というところが全体で必要になってきます。開幕1ヶ月、日程的に6連戦というのはそこまで多くないところ、もちろんルーキー含め他の先発も試す機会はあるかもしれませんし、シーズン中の選択肢というのはもともとあるチーム、その中でピースを当てはめてある程度ローテーションのメンバーを固めていくことが理想的かなと思います。新体制の中で開幕先発6人、すでに決まっている選手もいますが、最終的に誰が選ばれていくのか、ここは本当に最後の最後までわからないところですし、今シーズンを占う一部かもしれません。そしてリリーフ陣、こちらも最後までわからないところ。リリーフで多く投げていた甲斐野選手が人的保障移籍、さらに絶対的なセットアッパーだったモイネロが先発転向となっています。コンディション的に不安があった津森選手がすでに実戦登板開始、すでに少しギリギリにはなるかもしれませんが、開幕に間に合う可能性が出てきました。一軍実績的にあり、今も実戦で出場できているオスナ、藤井選手、又吉選手、松本裕樹選手、コンディション的に問題ないなら津森選手を考えると5枠、だいたい残り3、4枠なんですよね。本来一軍左的に期待したかった田浦選手がコンディション的には微妙な中で、左リリーフとしてヘルナンデス、さらに現役ドラフト加入の長谷川選手と左2枚想定し、ロング的にアピール中の杉山選手で考えていますが、ルーキーの沢柳選手、まあ、先発等の可能性も十分ありますし、そういう起用を見たいなと思いますが、岩井選手、そして大山選手らもアピール的に考えられます。まあ、ルーキーコンディション的に心配された時期があったり、起用的に先発も見据えてほしいですし、リリーフの選択肢非常に多いので焦らせる必要はないかなと思っていて、再建的なシーズンであれば藤井選手も先発というところは見たかったですが、リリーフが多く抜けた中で藤井
選手を先発に回す余裕もないところなのかなと思っています。ただメンバー的にはやはり大変強力、実績もあります。そしてパワーも抜群です。2023年も先発が課題だった一方で、負担が大きかったリリーフでも防御率はトップ。やはり後ろ2人絶対的な存在がいたからこそリリーフは武器でした。まあモイネロが長いシーズン戦えなかったというところで少し勝ちパターンにも不安がありましたし、左右系統というところで苦しんだ部分もありました。ただその中で去就が注目されていたオスナが長期契約で残留、セットアップ経験のある投手がモイネロが先発に回って、甲斐の選手が抜けても藤井選手や又吉選手、さらに津森選手や松本選手といるので8回は競争になっていくと思いますが、そこまで心配はいらないかなと思います。加山選手が抜けた左でも田浦選手が微妙な中でアピールしている左投手も用意できていて、ルーキーがそれにどれくらい絡んでくるのか、さらに育成選手で非常に力もある投手がいて非常に競争は激しいです。先発から救援一本の杉山選手、さらにベテラン武田選手がロングリリーフ的に考えられ、まあ、こういう枠も最後まで激しい争いで選択肢が非常に多く、2024年もモイネロが抜けてもリリーフはそんなに大きくマイナスとはならないのかなと個人的には思っております。モイネロが抜けるリリーフ、もちろんマイナスはありますが武器ではあり続けていくのかなと思っております。そして打撃陣、23年オフに獲得した近藤選手が三冠王クラスの活躍、柳田選手も多く出場し主力としてチームを引っ張ってくれていて、2人の柱リーグ屈指絶対的でした。ただ主力プラスアルファで期待した助っ人アストゥディーヨ、ガルビス、デスパイネ、ホーキンスで本塁打合計1、それでも得点はトップでしたし本塁打もリーグ上位だったので、いかに近藤選手、柳田選手含め日本人選手が長打で抜けているかというのがわかるでしょう。ただ計算外も非常に多く、牧原大成選手や栗原選手といったレギュラー的な存在も離脱、得点こそ最も多かったですが、リーグを代表する2人の主力を抱えながらそれ以外の選手でプラスリーグで傑出した打線とすることができませんでした。柳田選手、近藤選手の前の出塁期待の打者、さらに後ろで返す役割が欲しかったところです。その中で FA で山川選手を獲得、そして助っ人としてウォーカーをトレードで獲得。実際23年は助っ人が4人いた中でポジション的に難しいとはいえ、1人の助っ人というのは補強として多くはありませんでした。今年は打線で傑出したい、昨年は先発課題をカバーしきれなかった部分もありましたが、今年は先発を平均クラスに持っていって救援と打線で傑出するというのが上位進出のためには必要になってくるかなと思います。その中で開幕スタメンの予想を2つ挙げさせていただきます。まず1つ目としては、去年2軍でアピール、さらに実戦でもアピールを続ける河村選手の支配下と1番抜擢の可能性。先にも申し上げた通り、近藤選手、柳田選手の主力の前後が課題の中で、彼らの後ろに関しては補強できたところですが、前は課題になります。三森選手や周東選手、牧原選手ら実績もある選手たちが候補にはなってきますが、出塁率として1番としてもう少し期待したいというシーズンが続いています。もちろん足を生かすということは大事になってきますが、まず出塁するというところが大事になってくる1番バッターで、3番以降の選手、主力選手が遠いと感じてしまう部分も出てきてしまいます。その中で河村選手を新体制、2軍監督から1軍監督になった小久保監督の体制変化の象徴としての抜擢としても面白いと思うところ、実際タイプ的には長打も打てますし、積極性がありながらコンタクトもできる思い切りの良い選手、センター的な課題もあるチームで守備でも期待があります。柳田選手、近藤選手はできればくっつけたく、その後ろに山川選手、ウォーカー、まあ、ウォーカー苦しければ中村晃選手も考えられますが、まあ、この2人最大値も非常に高いですし、アピールもできていて、まずは起用が続くかなと思います。その後ろに栗原選手、牧原選手とある程度メンバー的には計算したいという選手を入れたいところ。1番が正直悩ましいところではありますが、抜擢選手を入れるという可能性もゼロではありません。ただもちろん1軍実績がない選手を抜擢、特に1番というのは、まあ、計算は難しいですし、なかなか定着というのも現実的には難しい部分があるので、長くはなかなかないと思いますが、開幕スタメンで起用というのは面白いかなと思います。その中でもう一つ考えているプラン、まあ、これは個人的なものですが、こんな形です。オープン戦でも言われていたように、柳田選手を1番起用というのも、まあ、一つオプションとしてはあるのかなと思います。以前クライマックスシリーズでもやってきました、まあ、やはり1番バッターで柳田選手がいるっていうのは相手投手からすると非常に大きなプレッシャーになります。まあ、ただもちろん主力的な選手なので、ランナーを置いてからそういう選手で返してほしいという期待はあるんですが、1番バッターが考えづらいなら、まあ、一つずつ打順を全部詰めていくっていう形も見てみたいなと思います。一番最初の打順で柳田選手、近藤選手から始まるというのは、まあ、本当に怖いですし、9番に周東選手がいて、彼が出ると一気に大量得点というところまでつなげることができるんですよね。1番打者は単純に考えてチームで最も多く打席に立つ選手で、2番バッターがその次
という形になります。その中で起用が悩ましいなら一番勢いをつけてくれそうで打撃的に大きな期待がある主力選手を入れるというのも面白いのかなと思います。そしてサブ的なメンバーを考えるとこんなところです。今年も野村勇選手が怪我離脱となってしまった部分があった中で育成選手の河村選手や期待の若手でもある井上選手も当然一軍で考えたいところ。主力的な選手は固まっていますが一番打者では困っているチーム、ポジション的にはセンター、さらにショートといった課題を抱えているチームです。河村選手の支配下と開幕一軍を考えていろんな若手がサブにいる、主力選手で計算外、離脱が出た時に若手が控える、そんな体制スタートにはなっていくんじゃないかなと思います。再建的なシーズンではありますが野手に関してはかなりスタメンをしっかりと固められる、そういう補強もしてきた中で若手からすると超えるのは相当ハードルが高い再建ながら結果も期待される、野手は本当に大きな期待ができるシーズンかなと思います。全体としてはこんなところ。2022年オフは大型補強を行ったチームではありますが勝負のシーズンの中で3位となってしまいました。補強組有原選手や近藤選手、オスナが本当に高額の中でしっかりと主力的な活躍を見せることができた一方で先発的にはかなり課題だったり、助っ人が本当に厳しい内容となってしまったり、優勝を逃しただけではなく CS でもファーストステージで痛恨の逆転負けとなってしまいました。その中で新体制の中で補強もありました。スタメンに関しては相当強力、先発も変化が期待できるシーズン、救援はもともと武器、あとは離脱せず1年間戦えるかが鍵になってきます。新体制で再建的な部分はありますが順位も期待したい、そんなシーズンでどんな開幕メンバーになるのか、新体制象徴でもある開幕スタメン、開幕ローテーションというところ注目が非常に高まっているかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。